空間やなと思いながら皆さんを見ております。まず一番最初の雑談からいきましょう。というのはね、私はいつも中部経済産業局で委員会の時にトヨタの初代のレクサスのデザイナーとお付き合いをしているといいますか、この辺まで来ます。でデザイナーでトヨタの初代のレクサスのデザインチーフデザイナーなんで、ちょっと面白いおじいちゃまなんですけれども、一度何としてもここに呼んできたいんですが、無料で来てくれるかどうかという大問題もあるんで、何とも言えないんですけども、まあ、今必死になって来てねって言ってます。で彼とね話をしている時に、皆さん名前だけちょっと覚えておいてほしいんですが、それとね、うちへ帰ってこのホームページを引っ張り出してください。で一番上に変な難しい漢字があるんですけれども、この字です。重ね色目って言うんですけれども、重ね色目っていう言葉をちょっと知っておいてほしいんです。皆さんが将来ね、いろんな機械をデザインして色をつけるときにどうしますかという問題です。だから重ね色目っていうのをちょっと覚えておいてもらいたいのと、それから重ね色目のここのところ、こいつがね結構すごいサイトなんです。僕は皆さんと同じぐらいの時にね、マーケティングローンをやろうと思っていたんで、いろいろとセンスのいいお兄ちゃんになろうと思って必死になって色の研究をやったことがあるんですね。でその時一番最初ぶつかったのが重ね色目というものでした。それでレクサスのデザイナーもこの重ね色目、めちゃめちゃ注目をしているわけです。それでね、ここのサイトをちょっと開いてみて、こういうやつなんだよっていうのをちょっと見てほしいんですね。で今私の着てるこれはほとんど私の設計で折ってもらってるんですけども、こいつも重ね色目を完全に意識しています。それからここのところの、ここの色とこの色は重ね色目をのセオリー通り動かしてるつもりなんですけれども、で見た目がねものすごく、あれ、もうちょっと違うサイトがいいな、ごめんね、ちょっと重ね色目に入る前にちょっと1個だけあったんで、ちょっとだけ知っておいてほしいんですけども、昨日か一昨日出たばっかりなんですけども、中小企業白書っていうのが中小企業庁と経済産業省から出ました。で中小企業白書って言ってグーグルしますと このホームページが出てきますので、こいつクリックしてもらうと白書がタダで読みます。今の日本の経済こんな状態ですっていうのは分析してあります。で経済学とか経営学知らないと読めないかというと、経済白書はそうでもないんで、こいつもし興味があったら引っ張り出して、で全文っていうのもあるんですけども、概略の文章もありますので、それをちょっとだけ就職する前には見てねということがありますね。それで働いちゃってね、ちょっと偉くなると絶対に上の、昔は経済白書って言ったんですけど、今財政って言葉が入って経済財政白書っていうのも読まないといけないんですけども、上の方はちょっとね経済学相当知らないと読めないので、まあ今の段階は中小企業白書ぐらいはちょっと読んでくださいねということです。ちょっと待ってね。変な書き込みをいっぱいしてるもんですけど、ここのね重ね
重ね色目という言葉をちょっと覚えておいてほしいんですね。で、Google するときにね、重ね色目資料集っていうのでググってくれると、こいつが出てきます。それで、皆さん将来ね、商品設計をやっていくとき、特に、特に布が一番大事なんですけれども、布ではなくて、普通の機械設計なんかでも色をつけるっていうときにね、基本的に日本の奈良時代からこのくらい色の種類があるんです。春の重ね色目とか夏の重ね色目とか秋とか冬とか雑っていうのがあって、でこれをちょっとだけまず見てほしいんですね。で私たちの文系の方のマーケティングをやってる人間は全部こいつをチェックして覚えておかないといけないんです。ところが最近こんな嫌なサイトが出て覚えなくてもよくなっちゃったんですけども、日本の色には春の色はこれだけ種類があるのです。で日本人の凄さっていうのはね、ちょっとこういうようなめちゃめちゃいろんな色を全部その作り上げていく、いろんな染色をしながら色を作り上げていくんだけども、その色のね重ねた時に、例えば今僕の着てるこれは完全に重ね色目を意識して作ってもらったんですけれども、色と色が重なった時に非常にちょっと特殊な色になったりしますよね。そいつを演出できるとものすごく綺麗に見えるよねっていうことです。それで奈良時代とかね、平安時代の貴族の人たちが非常に優雅に見えるっていうのは、こういう重ね色目を綺麗に使えたからなんですね。それで例えば、どこでもいいので今ちょっと目に入った瞬間の若草とかっていうところをこう入れるでしょ。そうすると若草とはっていうのが出てきて、これ完全に辞書なんでですね、でこうなってきて、で重ね色目若草色見本、こういう状態で重ねてみると絶対すごくいいよねみたいなことが出てくるわけ。それでもうちょっと下を見ていくと、ここに色って春に若草の燃えずる様子を模したもの、当時の青色とは昔の青っていうのは緑色も青っていうからね、空や海の色を表す現在の青色を指す場合と草木の子を表し緑系の色を指す場合があるとかってこう書いたじゃないですか。それで向こうの方に色目がちゃんとあるので、こういう重ね方をすると一番綺麗だよねという、色見本が全部さっきのね色に全部出ているので、このくらいのことをちょっといざという時にね知ってた方が便利だよね。だから日本の色って結構すごくて、ここに山吹っていうのと花山吹とか裏山吹とか山吹匂いとか青山吹とかって山吹色でもこれだけあるわけだよね。日本人の非常に特色なんだけれども、こういうようなものをそれなりにね何かに頭の中に入れて設計 色だけの設計ができるとちょっとすごいよねというので、僕はこの山吹匂いっていうのがすごく好きな色なんですけれども、こういう状態で色を重ねてみる。で重ねると、これは説明がないね、説明のないやつもあるけれども、こういう色を重ねてみると非常にうまくものが見れますよね、綺麗に見えますよねっていうことがセオリーとしてはあるので、そのセオリーを完璧に覚えておく、覚えられなければこういうやつで見て重ね色目っていうのがあるっていうことだけ知っておくとちょっとだけ便利かもしれないよねということ。だからセンスのいいデザイナーの人はこういうことを全部考えてるわけですよ。その時に理系の方だけで戦うとさ、こういうの知らないと破れちゃうじゃん。だから皆さんもこの重ね色目のこのホームページさえ知ってれば戦いきれるよね。でそういうのがあるのでちょっと頑張ろうねということです。でちょっとねこれはさっきのここをググってもらって、でこのホームページどっかにブックマークにしておくと結構将来便利かもしれないので、重ね色目資料集っていうのをちょっとぜひ覚えておいてくださいねということです。そんなところが今日お話をしたかった雑学としてねちょっとお話をしておきたい一つです。さあ今日またテーラーです。
それで前回のですね、テイラーのペーパーをちょっと出してみてください。これテイラで、テイラーに関してちょっともうちょっと前回話していたやつをさらに補足をしていきたいというふうに思っています。で、前回お配りしているペーパーもう一度ちょっと見てください。で、この当時といいますか1900年の頭ぐらいにですね、テイラーの科学的管理法と呼ばれるものが世に出てきました。一番最初1985年に書かれたペーパーからスタートするんですけれども、1900年前後、文系ではないので1900年前後にテイラーの科学的管理法というのはめちゃめちゃ非常に役に立って生まれてきたんですよねということだけ知っておいてほしいんですね。で、この時にちょうどこの頃、前回のちょっともう一度思い出してほしいんですけれども、機械化はしたけれども生産性が上がらないという事態が起こりました。で、これは皆さんが現在でも現場に入ると同じようなことが起こる可能性があるので、ちょっとだけ頭の中に入れておいてほしいんですけれども、機械化をしたが生産性が上がってこないよねということがありましたということです。で、こういう事態が1900年ぐらいを取り巻いて起こっていました。で、一番大きいのは真率の切り下げ、レートカッティングっていう問題がものすごくたくさん起こっていたんですということもちょっと頭の中に入れておいてほしいんですね。で、真率がぐんって下がるということです。だから働かなくなる、だから生産性が上がらないよねっていうことです。で、私たちも公務員で実は 10% ぐらい給料を下げられました。 10% 下がると結構きついんですね。ちょうど私の場合アパート代分ぐらいが消えましたんで、どうしようとか言って、本当に昨日の夜9時ぐらいのテレビ見ました。若い女性が、東京で、住む場所がないので漫画喫茶とかそういうところに生活をして1日2000円ぐらいで、月で5万ぐらいでというようなことをやっていました。で、多分あれが現実なんだろうと思うんですけれども、給料が下がってきたり高い給料が取れませんと、やはり勤労意欲急速に減っていきます。で、その証拠にこちらの見え台がちょっと違ってたよりも戻ったはずなんですけれども、うちの大学は朝早く来てた若い教員が来なくなっちゃったり、夜すごく早く帰るようになっちゃったりして、もうチベーション下がってるなとか思って見ていたんですけれども、まあ給料って結構そういう意味では敏感に人間反応しますよね。で、賃率の切り下げが起こっていて、まあ機械化をしたけれどもどうしても生産性が上がってこない。で、こいつをなんとかマネジメントしていかないといけない、コントロールして絶対生産性を上げようって考えた労働者の方から見たら悪いやつなんですけれども、テイラーっていうやつがいました。で、このテイラーっていうのはどんな会社にいたのかっていいますと、鉄鋼業を、鉄鋼業にエンジニアだったんですね。で、特にこの当時鉄は国家なりっていうぐらいで、ものすごく鉄を中心にいろんな産業が動いてたんで、その鉄の業界を徹底して生産性を上げようって考えてきたわけです。もうちょっと経つとね、基盤産業自動車になってくるんで自動車中心になってくるんですけども、この当時はまだ鉄でした。それでこういうようなことが起こっていました。それで前回差し上げていますペーパーは、
テイラーは何を考えたのかというと、陳列の科学的設定をやりましょうって考えました。労働者も使用者の方も労使ともに満足できるんじゃないのかなっていうように、まあ、考えました。そこでもう一度ちょっと見てほしいんですけども、そこに横に流れているレートフィクシングの科学化っていうので、1日の収入、それから1日の仕事量っていうのが陳列を構成する2つの要素なんで、そのうちの1つの1日の仕事量を科学的に決めようねって考えました。それで言葉をちょっとだけさらに覚えておいてほしいんですけれども、こういうようにそこに書かれています。陳列の、科学的な、科学的な設定です。で、この陳列の科学的な設定っていうのは2つあって、1つはそこに書いてありますように1日の収入が構成要素の1つでした。で、もう1つ考えられるのが1日の仕事量です。で、テイラーはこちらの方を考えればいいというように主張しました。1日の収入っていうのは社会的に決まっていくもんなので、まあ普通の企業ではどうしようもないので、こちらの方をちゃんと決めましょうねって考えました。で、この1日の仕事量のことをタスクって呼んでいます。ですから皆さんが現場に入った時にタスクマネジメントという言葉を使っている会社がまだあると思うんですけれども、1日の仕事量を正確に管理しましょうねということをやるわけです。で、まず1日の仕事量を正確に作り上げることができたらいいよねということです。それで今度はですね、彼はさらにそこに、3と4というのをこう要素を抽出してきて、もう一つは1日の、労働時間というのを出してきました。で、1日の仕事量を規定するものは1日の労働時間が絶対ありますよねということです。で、ただこの2つは社会的に決まっていくものだから企業としてはどうしようもないというように彼は考えました。で、社会的にまあ決まっていくものなんじゃないのっていうことでした。ただもうちょっと本当は現代的に考えると、この部分って労働組合が一番扱う部分なんで、本当は会社が考えないということはありえないんですけれども、彼は考えませんでした。で、前回もちょっとちらっと言ったんですけれども、私たちの経営学の研究者、それから経営学を動かす方、全部哲学を持っていまして、その哲学が表に出てくるという場合が非常にあります。彼はテイラー自体は非常にアンチユニオニストでした。反労働組合主義者のようなもので、労働組合嫌いだったんですね。だからあえて扱いませんでした。で、まあ、そういう背景もあるんですけれども、まあ展開している経営理論をの中には間違いなくいろんな形の哲学がまあ流れてますよねということをちょっとだけ頭の片隅に まだ今日の段階入れておいてほしいのです。もうちょっとフォードの自動車を始めますと本当に哲学、企業哲学みたいなことをやっていくことになります。それからもう一つ彼が考えたのは、標準作業時間っていうのが必要だよねって考えました。で、このあたりまで前回話をしていました。で、彼の頭の中には陳列を科学的に決めるのは1日の仕事量を科学的に決めればいい。で、1日の仕事量を科学的に決めるためには標準作業時間を正確に
決めてしまえばいいということで、初めてスタンダード、標準という言葉がここで生まれてきました。で、その中にあまり深く書いてないんですけれども、こういうようなことがさらにこの中にはあります。ここからが今日前回から新しく展開する内容です。で、これは現在でも動いています。で、皆さんが将来会社で働きますと、これをやらざるを得ないということが起こります。一つは時間研究というのを彼はやり始めました。で、どのくらいの時間でその作業が構成されて終わるのかということを徹底して、後ろでストップウォッチを持って、測るようになりました。それからもう一つ、動作研究、モーションスタディっていうんですけれども、動作研究をやるようになりました。で、この2つが標準作業時間を決めるときの一番重要な問題だって彼は考えました。で、一つの作業を分解をして、どのくらいの時間でできるのかっていうのを後ろでストップウォッチで測っていきます。で、動作、人の動作を徹底して分析をして、一番合理的な動作は何っていうことを考えていきました。で、こいつが1900年の頭ぐらいのところから生まれてきたわけです。ですから、この中でテーラーの科学的管理法と呼ばれているものの中には、こういうようなものが展開をされ始めました。テーラーの一番大きな功績ってこいつなんだろうって私たちは思ってるんですけれども、一つは時間研究と動作研究です。こんなものがまずこの辺りから出来上がってきたということです。それでもうちょっと重要なのは、彼はただの時間研究ではなくて、要素時間研究、エレメンタリーという言葉を使ってるんですけれども、要素時間研究というのが必要なんだって提案をしてくるわけです。というのは、人間の作業をいくつかに分解をして、そこでの時間を研究しましょうということです。で、こいつものすごく重要なんで、将来何かで使うかもしれないということです。で、基本的には、ね、人間の作業を分解をしていくということです。で、基本的には人間の作業をかなり要素ごとに分けるということは、分業が可能になるということです。徹底した単純作業で分業をさせてしまうことができるようになったということです。ですから、このテーラーの科学的管理法は、この辺までまだ熟練工っているんですけれども、熟練工の動作を全部これで研究し続けします。で、熟練工の動作研究と時間研究をやって、熟練工の作業をさらに細かく分けてしまって、分業できるようにするということです。ですから、このちょうど1900年ぐらいからかなり分業が本格化をしてくるわけです。アダム・スミスっていうのを中学校ぐらいにやったと思うんですけども、アダム・スミスの国富論っていう本の中で、ピンを作るときに分業すると非常に生産性が上がるっていうようなことをやっていたと思うんですけれども、中学のときそんな話をしたと思うんです、勉強していると思うんですけれども、その分業体制がスミス、アダム・スミスもっとずっとこっちの人なんで、ちょうど1900年ぐらいからかなり本腰を入れて人間の分業体制を徹底して調べるようになってきたということです。で、なるべく単純労働に持っていければ別に熟練工を雇う必要はないわけだよね。で、ちょっとごめんね、書けないんで、こっち行くと基本的には単純労働にしてしまえば非常に使う方としては便利だよね。だから、なるべく単純労働にして徹底した分業をしてしまえばめちゃめちゃいいよね。その分業を標準化してしまえば、単純労働をこういう形で標準化してしまえば
素人雇ったって行くわけだよね。その証拠に例えばこの地域に丸源ラーメンってありますけども、丸源ラーメンも基本的にはこんなことやってるわけだよね。で、丸源ラーメンはこういうことをやって、基本的には単純労働にラーメンをしてしまえば誰がやったって同じようにできるわけだし、皆さんのアルバイトで雇ったって良くなるわけだから、こういうことをやり始めましたっていうのをちょっとまず頭の中に入れておくとしますね。で、こいつが何を意味するのかっていうのはもうちょっと考えてみてほしいんですね。で、私たちがやってる感情ってもしかすると非常に人間性が悪いのかもしれないんですけれども、この時にこういうことを考えたわけだよね。こういうようなことをやり始めてくるわけだよね。熟練工の作業を分析して標準化して、誰がやったって同じようにできたら生産性なんて落ちるはずはないよね。そうするとこういうようなことをまず考えたんだよねということが、1900年の頭ぐらいにまず資本主義の社会の中、急速に技術が進んだ資本主義の社会の中で起こったということはちょっと覚えておいてほしいんですね。熟練工の作業を分析して標準化したということなんで、熟練工の力って弱くなる、なりますよね。今まで自分が持っていた、自分の頭の中で持っていた 技術とか技能を他で分析されて使われるわけだから、熟練工ってもしかすると力が弱くなってくる可能性があるよね。で、こんなものをちょっとまず頭の中に入れておいてほしいんですね。管理論って基本的には労働者の中でみんなで考えたものを標準化する動きとしてまず動いてくるわけです。必ずしも熟練工の力が弱くなるだけではなくて、非常にいいこともあるんですけども、この時点では熟練工の力ってすごく弱くなって、まあみんな賃金が下がってきたのかもしれないけれども、まあ、熟練工の作業を徹底して分析したんですっていうこと。それでね、前回年表をちょっと見てもらったんですけども、その年表の中に、ぜひね覚えておいてほしいやつが一つある。読めたらね読んでほしいんですけども、サイモンの、システムの科学は絶対読んでねって言いました。でちょっと上の方にコンピューターと科学っていうのがあります。ちょっとこいつを考えるでもう一つ必要なんで、ちょっと比較するためにこんな本がサイモンは H.A. サイモンは出しているのです。で、後期になったらちょっと これを今年は触れてみようと思ってるんですけども、サイモンがねティードっていう人と2人で書いているコンピューターって、コンピューターに関するすごく重要な問題があるんですね。ちょうど、その、出版年月日ちょっと見てもらいますと1960年でした。で、1960年にね、コンピューターと経営っていう本を出しました。で、2人で書いてるんですけれども、サイモンの書いてる部分でサイモンはこういうことを言いました。前回もちらっとだけ言ってるんですけれども、彼はね意思決定論者なんで、どういう形で意思決定をしていきますかということを理詰めで考えていく立場の人なんですね。で、この人は論理実証主義の哲学者でもあるんで、僕はすごく昔興味があって、論理実証主義の哲学が捉えるシステム論と、もう一つはもう今は見る限りもないんですけれども、旧ソビエト、それから東ドイツが展開している唯物弁証法のシステム論の対比を博士論文でやろうと思ったんですね。そうしたら100年早いって言われてポシャるんですけれども、今またちょっとそれをね、昔の1960年ぐらいのまだ
米ソ冷戦時代の哲学が非常に盛んだった時の論文をもう一回ちょっと落とし込もうとしましてるんですけれども、この意思決定論というのが、このコンピューターと経営の中では展開されています。でこのコンピューターと経営の中では一つはね、プログラム化できる意思決定というのがあるんだよってちらっと言ったことがあると思います。ですからそこの年表の中で形式値っていう言葉がありましたよね。で形式値だったらプログラム化できるから標準化できて、コンピューターのプログラムの中にアルゴリズムがあって入れ込むことは多分できるわけだよね。でこういうようなものが一つありますよねと分析をしました。で本当は情報工学やってる方はこの本読んだ方がいいんですけどね。もう一つはね、プログラム化できない。意思決定がありますよねって言っていました。でこの時にねちょっと考えてみてほしいんですけれども、企業って大きなピラミッド構造を持っています。でテイラーがやったのは一番この工場現場の一番ピラミッド構造では一番下のところです。で労働者の考え方です。現場の労働者ね、労働者の熟練を分析をして機械、標準化しようって考えました。で私がですね経営学を始めた1980年ぐらいにはだいぶこれから20年ちょい経ってくるのでコンピューターがだいぶ発達をしてきました。で私がですね、80年の最後ぐらいにもしかすると1980年の末ぐらいなんですけれども SIS っていう言葉が日本中っていうか世界中に展開をしました。ストラテジックインフォメーションシステムっていうものでした。シスって呼んでいたんですけれども、これはコンピューターの中で相当意思決定を任せちゃおうって考えました。でそのあたりがこの中間的なこのあたりでやるものを管理者、もう管理者ですよね、管理者の頭の中をプログラム化してみて、意思決定をプログラム化してコンピューターの中に入れ込んでやったら、昔の1900年の頭ぐらいの熟練の労働者の熟練を標準化したみたいに、この辺りで管理者の頭を標準化できるって私たちは考えるようになりました。頭の中を一応標準化してみたいよねって考えていったわけです。完璧にできるとは思ってはいない、その当時はいなかったんですけども、でも最後は60年の時にこのプログラム化できない意思決定は必ずこっちの方へ全部持ってくれるって考えました。で現実にはそんな状態になってるわけっていうのは、年表を朝日ビールの年表を見てもらうと、朝日ビールの年表は基本的に野中育次郎さんの理論を使いながら暗黙知、こちらの暗黙知を処理しようとしました。で暗黙知を処理するために何をやってるのかっていうと、データマイニングっていう技術を開発をしていきました。でデータを徹底して解析していけばこういうところもかなりの部分こっちへ持っていけるって考えました。で私が80年代の85年ぐらいに日本はものすごく不景気になります。その時にものすごく大きなリストラが起こりました。そのリストラはここを中心に起こりました。管理者の頭の中を標準化してしまえば管理者って抵抗できないですよね。管理者の力徹底して弱くなるわけだから、管理者徹底して解雇しちゃったっていいよねって企業は思うようになりました。
で80年のちょうど真ん中ぐらいはまだ日本的経営が華やかなりし頃で、日本的経営って言葉もいずれどっかで触れますのでちょっと知っておいてほしいんですけれども、雑学でね、今の段階は日本的経営っていうのがかつてあったっていうことだけちょっと知っておいてほしいのです。でこの1980年ぐらいに日本的経営ってものすごく盛んに動いてました。それは何かっていうと基本的にはこういうことでした。終身雇用制でした。絶対に解雇されませんということです。で一度働いたら定年までは解雇ありませんっていうのは終身雇用制です。でこういうものが必ずここのところにはあったんですけれども、85年を過ぎて80年末ぐらいになるとこいつがちょっとだけ崩れていきました。現在完全にガタガタになってます。で例えば私もこちらの大学に今から5年6年前までいたんですけども、ちょうど私が辞める瞬間の時に読報課になりました。で私はちょうど評議員やってたんで読報課のいろんな作業をやっていたんですけれども、教員に雇用保険をかけるっていうことが決まりました。それは避けようって言って僕はずっと抵抗したんですけども、教員に雇用保険をかけるようになりました。いつでも解雇できる状態にこちらの大学もなりました。私はまだ基本的には地方公務員ですけれども、地方公務員ですので雇用保険かかってませんのでクビにはできないんですけれども、独法がになるとこういう終身雇用制も来るって言います。それから年功給っていう毎年給料が上がりますっていうのがありました。年功給というのもあって、この年功給がもう一つ日本的への根幹を成していました。毎年給料が上がっていくんだから非常に上に行けば行くほど便利だよね、そういう時代だったんですけど、そういうのをガチンと壊されたんで、管理者の頭の中を標準化してしまえば壊せるはずだよね。テイラーの頃と同じ発想でいったら壊れちゃうはずなんで、サイモンのこの1960年のコンピューターと経営っていうのはこういう問題意識だけを出した。でこの問題意識をさらに私たちの経営学をやってるグループがもっともっとレベルを上げていったんで、すごいことになってくるわけだね。で熟練工の作業を分析して標準化したっていう、こいつはこういうことをやってきたわけです。で基本的にね、熟練工を含めて人間労働ってこういうもので構成されるよねって一応考えておいてほしいのです。で人間のね労働って基本的にはね、こういうものから構成、2つから構成されるよねっていうことです。で一つはね、体で働くわけだから肉体労働の部分が絶対にあるよねということです。でこういう管理者でもそうだよね、肉体的な労働っていうのはあるわけだから肉体労働も間違いなくあるんだけれども、もう一個こういうようなものが人間の労働の中にはあるわけですよ。精神労働っていうのがあるはずで、こいつが統一されているのが人間なんだけれども、実は1900年の頭ぐらいにテイラーがああいうようなことをやって、で時間研究と動作研究をやって、で熟練を引っ張り出したっていうのは、こいつを実は一般的には統一体、私たち人間で生きている時には統一体なんだけれども、実はこいつを分離してしまった、肉体労働と精神労働の分離をしたもので私たちは捉えているんですよ。でテイラーの段階はこういうことをやったんですっていうのをちょっとだけ頭の中に入れておいてほしいんですね。そうするとこの意思決定も同じで、多分テキストマイニングとかそういうのをやっていくっていうのは、僕もテキストマイニング使ってるんですけれども、そういうことをやるっていうのは多分ね、みんなの頭の中、考えられる頭の中の精神労働部分をこう分けてしまった。だから非常にこう深刻な問題がいろんなところで起こってくる可能性があるし、それでさらにね、そういうような日本的経営も壊れちゃってるわけだから、今後どうするのっていう問題もあるよね。働いててすごく不安定ですよね。だから今僕はうちの大学の学生に永遠にそこにはいると思うなって言って、もうだいぶ就職決まり始めたんですけれども、10年ぐらいしたら辞められるぐらい、コンサルタントができるぐらいの能力を作って、その会社にいないようにしようねって僕はずっと言い続けています。そのためには思いっきり勉強しておいた方がいいよねっていうことでもあるんですけどね。で
一応こういうことがその1900年の頭ぐらいに起こっちゃったっていうことをちょっと頭の中に入れておいてほしいんですね。それで、悔しいんだけれども、その1900年ぐらいからこういうような動きの中で肉体労働と精神労働を分離しながら私たちの経営学は動き始めたっていうことです。まあお金儲けるためにはしゃあないんでそういうような理論が動いていくということはあるんだけれども、ちょっと非常に辛いなっていうところもあるわけです。それでね、さらにもう一つ覚えておいてほしいんだけれども、その一番下のところに、1234って書いてあることがあります。でまず1番目のところをまず見てください。そこにね、プランニングデパートメントですから、テーラーのさらに作り上げてきたものがあるので、テーラーは非常に現在でも重要視されているわけです。でテーラーのさらに、作ったもの一つはね、計画部っていうのを作ってきたんですということです。でこの計画部は基本的にはこれです。肉体労働と精神労働を分離して、こちらの方、精神労働は計画する能力だから、計画部を引っ張り出して作っちゃえばいいわけだよね。だから組織の中で、まだちょっと今組織論を正確にこの段階ではやれないんで、ちょっとだけ知っておいてほしいことがあるだけなんで、ちょっとこんな組織図を書いてみます。こういう組織があったとします。で一応ここに社長が当然いるわけです。で社長がいて、でこの線のことをラインって呼んでいます。今ラインとかいうのが流行ってますけれども、ラインです。でラインは何かっていうと、命令が流れる経路を表します。ラインというのは命令が伝わっていく道のことをラインって呼んでいます。ですから社長はラインの一番トップに位置します。でこの組織はライン組織って呼んでいます。軍隊の組織です。で軍隊の組織はここはまだ今の段階組織論完璧ではないんですけども、この段階で覚えておいてほしいことがありますので、ちょっとだけ覚えておいてほしいんですけれども、命令一元化の原則っていうのがまず LINE 組織にはあります。命令は一つの方向からしか来ませんっていうのが軍隊組織の基本形です。っていうのはもうちょっとこの下にもう一個だけ書かせていただきますと、こういう状態になった時にですね、ちょっともうちょっと広く書いておけばよかったんですけども、こういうような組織図を書いた時に、この人はここに命令を出すことはできないのです。この人しか出せないので、命令出すとしたらこういう状態で回って出すしかない。これが軍隊組織の一番基本形なんですね。でこういうのをライン組織って呼んでいます。でちょっとこの下図が複雑になるので、ちょっと今日はここまで止めておきますけれども、ライン組織っていう組織があるんですよっていうことを知っておいてください。でこの中に計画部を作ってきて、計画をそこの一部だけでやってもらおうって考えました。テーラーの時はまだこの辺に計画部を作ったんですけれども、軍隊は最終的にここに計画部を作ります。こいつが参謀本部って呼ばれているものです。で参謀本部っていうのは基本的にはここに作ってきます。で今の段階はちょっとまだここやりません。で日本の参謀本部っていうのは陸軍と海軍で参謀本部のあり方がちょっと違ったんで変な組織なんですけれども、全世界的にはちょっと全く違う形でここにちゃんとあったんですけども、でテーラーはこの辺に
計画を作っていきました。でまずテイラーは計画部を作って、でやったのは精神労働をそこで全部やって、残りは全部肉体労働でお前ら勝手に働けよみたいなことをやりました。で計画部を作ったっていうのはものすごく大きな進歩だよね。っていうのは時間管理がちゃんとできるようになったわけだから、時間研究と動作研究ができて、一つの作業の時間が分かってきたわけだから、それから作業の仕方も分かってきたわけだから、何が起こったのかっていうと、時間で管理をする、時間で計画プランを立てるということが可能になるわけだね。こういうものが可能になるような、まず計画部を作り始めたっていうところに、テイラーのすごく重大な力があったって私たちは考えています。で現在でも同じで、将来皆さんにプロジェクトマネジメントっていうあたりまでやりたいんですけども、プロジェクトマネジメントをやるためにも時間でプランを立てて、どういう形で仕事をやっていきますかっていう計画がものすごく重要になります。でこの計画部がちゃんとしてませんと会社は潰れていきます。ですから基本的に計画部を作れた能力っていうのはものすごいというふうに私たちは考えてくれるんです。それから今度は2番目にですね、ファンクショナルフォアマンシップって書いてあります。ファンクションっていうのはね、ライン組織とはちょっと違う組織形態を彼は考えました。でこの一番下に、工場の労働者がいたとします。彼はこういうことを考えました。こうなってればライン組織なんですけれども、彼はこういうことも考えました。さっきライン組織って命令一元化の原則で動いてるっていうんだから、これ命令一元化の原則ではないですよね。あらゆる人が誰に対して命令を出してもいいということになっていくわけです。色がちょっとこれしかないので全てもう同じ色でいっちゃいますけれども、こういうような状態でどこからでも命令出していいよということで、日本語では職能的職調制度というように訳をしています。ファンクションというのは経営学では職能って訳します。で職能的職調制度というのを作り上げました。管理者です。人をちゃんと管理できる体制を作っていったわけです。でこの組織、ここの組織を職能組織、ファンクショナル組織って呼んでいます。どこからでも命令が来ます。今はこんなものは ほとんどないと思うんですけど、ちょっとトヨタ自動車がちょっとこれに近いところをやってるんですけども、まあ職能組織ではありません。で職能組織っていうのはどこからでも命令が来るっていうことです。こういうような組織を考えました。便利なことは便利なんですよ。まだみんなが熟練でないときに、熟練校でないときに、熟練校より低いときに、どんなその計画部が計画作ってきたってできなきゃできないってことあるよね。その時に一番のプロが説明に行ったら分かるわけだから、誰が命令したっていいじゃんっていうことはありえるよね。トヨタ自動車なんかは見ててもそうで、現場の労働者が立ち往生した時はいろんなところから応援が来ますもんね。それはちょっとだけ職調制度に近いんだけれども、職能的職調制度に近いんだけれども、まあこんなものがいろんな企業では動くよねっていうことで、まあ過渡期的にね、まだちょっとみんなが熟練度合いが低い、それからその管理度合いに慣れきれない時にはこういうのを打つしか手はないかもしれないっていう部分があるけれども、彼は職能的職調制度、ファンクショナルフォアマンシップっていうのを作ったということです。でこういう功績が間違いなくあるわけだよね。それからさらにね、そこのところにインストラクションカードシステムって書いてあります。これは皆さんも現在会社に入ると名前は違うけれども、こいつは動いています。
日本語では指図書って読みます。これを作り上げたということです。で、わかりますよね。計画した部門は、計画部は指図書を作ってきます。この作業はこの工具を使ったら何分でできるっていうのを教えるわけだよね。だからこの工具を使ってこういう動作をしたら間違いなくみんな同じように、例えば5分なら5分でできるよねっていうのが指図書です。で、これは工場の中で現在でも動いています。で、あんまり表に出せませんので、私たちも頂戴してもあんまりみんなに見せるっていうことはできないんですけれども、基本的には働いてたら見てねっていうことです。名前は違うかもしれないけれども、計画部が作った作業手順通りにこんな形でできるはずだよねっていうのがあるわけです。で、指図書って呼ばれるものをさらにフェーラーは作り上げました。で、もう一つ一番最後4番目のところなんですけれども、こういうものを彼は作ってきました。差別的出来高給与制度っていうのを作ってきました。で、そこにですね、ディファレンシャル、ピースレートプランって書いてあります。ディファレンシャルですから差別してるって意味だよね。それでピースレートプランっていうのは出来高給のことです。で、この4つを作り上げてきました。で、こいつがね、1900年のあのあたりで動いてきたことになるわけだよね。それでちょっとごめんね、ここちょっと、1900年をちょっと超えたぐらいからあの4つが動くわけだね。だから基本的にタイムスタディ、時間研究、タイムスタディとモーションスタディがまず動き始めたっていうことだよね。で、動作研究で、こいつはもうちょっと正確には要素時間研究っていうのが動いてきました。それからもう一つ動作研究っていうのが動き始めましたということです。で、この2つから何ができるかというと、さっき言ってたように非常に大きく分業体制を作り上げることがまずできたんですということで、ね、作業を細かく分けるわけだから非常に単純労働になるということだよね。だから分業っていうのは単純労働の総和になるわけだから、基本的には単純労働に全て仕事を切り替えてしまったら、どんな素人がやったって同じようにできるはずだよね。その時に指図書が絶対いるよね。それから命令する管理者がいるよね。そういうシステムをかませておけば絶対に生産性は上がっていくはずだよね。それでさらにね、要素時間研究と動作研究の中から何をやったのかっていうと、テイラーはこういうことを要求してきました。ワンベストウェイっていうのを要求してきました。で、テイラーはワンベストウェイっていうのは一番最速の作業スピードを、作業スピードで働くっていうことを要求してきました。現実には多分そうだと思うんですね。一番最速のスピードで働いてもらわないとお金が儲からないはずなんで、こういうものをやっていくときにはワンベスト営業を必ずやっていくわけだよね。で、例えばトヨタ自動車なんかがワンベスト営業やると非常に大変なんで、こういうところに組合が入ってきて、それがやりすぎだぜみたいなことになるわけだけども、この当時はテーラー反組合主義だから、このワンベスト営業を徹底して追求しようとしたっていうことだよね。それで動作研究と時間研究はちゃんとできていて、テーラーの作った5つのものがここに重なってくるわけですね。そうすると1、2、3、4がここで動いてくるわけだから、
すごいことになるよね。絶対にこいつが上に重しのようにあって絶対にこれを動かしていくっていうことになるわけだから、非常に生産性は高まるはずだよね。これが管理の基本形になるわけですよ。で、基本的には管理っていうのはそのシステムを正確にうまく作れれば絶対すごいよねということになってくるわけ。それでここでもう一つね、ちょっと知っておいてほしいことがあって、でこの4番目、差別的出来高給制度っていうのは、ここのところにね、一番最初ずっと昔から中世の頃から出来高給制度っていうのはあるわけね。1個作ったらいくらというのがまずあったわけですよ。でこれは中世の徒弟制度の名残なんですけれども、親方と弟子がいたら絶対出来高給制度なんですね。親方っていうのは熟練工なんで、熟練工がこのくらいやれて、で弟子がこのくらいできるっていうことになると、お金の払い方は出来高給制度しかなかったんだね。1個作ったらいくらぐらいしか払えなかった。でテーラーの科学的管理法でちょこっとだけ修正をしたわけで、ここのところでね、どっかで この辺りから出来高給も走るんだけれども、テーラーはこういう方向を言い出したわけ。差別的出来高給制度というのを考えたんですっていうことをちょっとまず知っておいてほしいのと、もうちょっとこれからね、裏を考えてほしい。で、差別的出来高給制度っていうのは何かっていうとね、みんなは将来会社に入って働いた時にこういうことを常に考えておいてほしいんですね。会社の中で動いているこういうものが必ずあります。会社の中のですね、システムとか、それから制度だとか管理技術だとか、でまず少しずつ変化をするんですっていうことだけ押さえておいてほしいんですね。革命的には変わらない。だからアナーキーに思いっきり変わるっていうことは、こんなものはありえないですね。だからこれ社会のシステムでも同じなんです。で私たちの資本主義の社会のシステムを思いっきりガチンって変えようとすると、ものすごい面倒くさいことがたくさん起こるんで、少しずつ少しずつしか変化をさせられないっていうのが基本形なんです。そうすると出来高給制度、テーラーはちょっと変更しました。差別的出来高給制度っていうのに変えようとしました。で出来高給制度っていうのはこういうようなやつでした。こちらの方は給料です。こちらの方は効率、エフィシェンシーです。効率が上がれば上がるほど給料は上がりますよね。で効率を上げすぎると給料も上がりすぎるんで、賃率をカットしましたよねっていうことが問題でした。で差別的出来高給制度はこういうことを考えました。ちょこっとずつ変わっていくわけだから、こういうように考えました。能率 100% の時点がここにあったとします。これが横軸は、エフィシェンシーです。で縦軸、給料のウェイジです。それで この時にね、何を考えたのかというと、こういうことを考えました。一つは 100% まではこういうようなカーブを取ります。で 100% を超えたらここからこんなカーブを持ちますという線を作りました。これが差別的出来高給制度です。でちょっと欺瞞的なところもあるんですね。ワンベストウェイで動いているやつ、こいつが 100% にやるわけだから100超えるはずないよね。それから実は100超えて動いてくれたら困るんだよっていうのは
物を生産するとき、将来みんなが働いたときに、例えば今日100個作るっていうのに200個作っちゃったらとんでもないことになるよね。在庫いっぱいになるわけだから、そんなことはやれないはずなんで、この図はちょっと変なんだけれども、彼は差別的出来高給制度っていうので制度の変化をちょっと考え始めるわけ。そこでね、もうちょっとその制度の変化の仕方をちょっと少しずつって書いたけども、本当はちょっと少しずつっていういい加減では困るので、こういうように変わるんだよって思っておいてほしいのですよ。これは働いていくときにね、何個か見えてくる可能性がみんなはありそうなので、こんなことを考えておいてほしいですね。で、基本的にね、あそこに書いてあるようにシステムだとか、それから あとねちょっと思い出したので、あの皆さんのペーパーを見せてもらってますと、カタカナのね、つとし正確に書けてない人が結構いるので、カタカナのつとし正確に書けるようにしといてね。つは点々こんな状態で打って、上と下がこういう状態で平行になるはずだし、しの方はこういう状態で平行になってないと、つとし区別がつけられないので、つとし正確に区別しようねということです。で、システムとかね、制度とかで、みんなが一番大きく関係するのは管理技法、管理技術なんですけれども、働いてるこういうやつがどんどん変わる可能性があります。で、ここでこんなことだけはまずとりあえずね、今の段階で覚えておいてほしいんですね。システムとか制度とか管理技術が変化するときには、さっき上の方では少しずつって書いてあるんですけども、もうちょっと正確に考えたいよねということです。ですから、この少しずつっていうやつをもうちょっと将来働き始めた時に正確に見てほしいので、こういうような状態で変化をしていく可能性がありますよねっていうことは知っておいてほしいんですよね。思い切り一気に変えたら大体どこでもダメなんだね。だからちょっと話まだ入らないとすると、例えば今北朝鮮どうするのかって大問題がありますよね。北朝鮮のシステム制度、管理技術一気に変化させたら多分おかしくなっちゃうわけだよね。だからどうやって徐々に変えていきますかっていう大問題が社会的な問題でもあるわけだよね。で、中国でも同じだよね。中国のシステムは基本的に制度って共産主義の制度だよね。それを資本主義に当てはめようとすると土台無理があるわけで、どうやってゆっくり変えていくのかっていう大問題を今解決してしようとしてるって思わなければいけないわけだよね。その中で日本とぶつかってみたり何かやってるわけだけれども、非常に難しい問題だよね。で、朝鮮でもそうだよね。北と南がちょっといろいろ問題が起こるで、日本とも絡むときにどうやって変化させますかっていうのはあるよね。で、そういうバカでかいのは我々の範囲外なんだけれども、システムとか制度管理技術が企業の中で変化するときに、こういうように考えておいてほしいのですよ。これはね、働きながら、ここは使えなかったんだなって思って、冷静に見てほしいんですけれども、使えなくなった部分が絶対にあるわけだよ。で、こういうように書いてみるとさ、こういう状態になるわけだよね。今までこうシステムが動いていて、だんだん制度疲労っていうのが起こってきて、この部分使えないぜってなったとするわけだよね。ちょっと楽なスケッチを書いてみるとね、これがシステム1ってやつがあって、ここはちょっと使えなくなってきたよね。こういう状態になってきたときに制度変更するしかないよね。で、使えなくなった部分を基本的には捨てるわけで、まずこいつが基本形だね。だからこいつ全体捨てちゃわないといけない。で、こいつがもし A でこいつ B だとすると、B は捨てるから A だけ残ってる。こんなに残っちゃう本当はちょっと組織変更にならないから、もうちょっと少ないとは思うんだけども、 A が残っていて、
で、ここのところに C が加わる。B を取って C を加えて変化をする。で、この部分は残すということだよね。残さないと絶対に組織としては動かなくなるんで、私たちはいつも考えるときにシステムとか制度、管理技術の変化するときには使えなくなった部分を捨てて、で新しい部分を付け加えながら変化をするんですって一応頭の中では入れといてほしいんですね。こんなものをね、一応形式的には覚えておいてほしいのです。そうすると非常にね、いろんなものが見れる可能性が出てきます。で、これは会社によって持ってるリソースとかみんな違うんで、全部が同じような形ではいかないかもしれないけれども、だいたい使えなくなった部分をまず分析をして捨てて、そいつに加えながら進歩して、そうするとさっきの、差別的出来高級制度も、出来高級制度のこの部分は残すわけだよね。で、残しながらちょっとだけ変えたよねという、こんな形で制度は変えるのが、まあ、正しいんですよねというところを押さえておいてほしいんですね。で、さらにね、今度はこの計画部とかこういうのを作った時も同じで、一気にこれドーンって作ると結構揉めるので、何かうまくね、職能的職調制度を入れながら、これここの部分熟練校だよね。で、熟練校にうまく、熟練校じゃない人たちを教えるようなシステムを入れながら、ゆっくりゆっくり変えてるって考えればいいわけだよね。で、そういうものが組織設計のところで常に動いてないとできないよねということになりますよね。で、一応こんなことをまず頭の中には入れておいてほしいですね。で、もう一度言いますと、そのシステムとか制度とか、管理技術が変化していくとき、基本的には使えなくなった部分を捨てて、新しい部分を加えながらゆっくりゆっくり変化する。インクレメンタルっていう言葉をよく使うんですけれども、緩やかに緩やかに変化させていくということです。で、もう一つね、ちょっと触れられないので、本当はここすぐ長く触れたい部分もあるんですけれども、こんなことが、言葉をちょっと頭の中に入れておいてほしいんですね。皆さんは将来管理者になるっていうことを想定していくと、人間の心の中にはね、人的感性っていうのが、ヒューマンイナーシャって英語では言うんですけれども、人的感性っていうのは人間の心の中に絶対あるんで、思い切り一気に変えたら絶対失敗するんですね。だからゆっくりゆっくり変えていく。で、感性ってわかるよね。急ブレーキかった時、体が前へデーンって出ちゃうのは感性だから、で、その感性をゆっくりゆっくり抑えながら変化をさせていくっていうのが一番重要だよね。そうするとテーラーの科学管理法でこんなシステムを作った時に、熟練校の力を弱くするんだけども、熟練校には人を教えるようなことをして、緩やかに緩やかに変えていくわけだよね。そうしないとこの指図書通りに守ってくれない可能性もあるよね。で、こういうことをまあやったんですよねっていうことだけ、ちょっとだけ覚えてる。で、まあ、人的感性という言葉が間違いなくあって、こいつはものすごく現在でも皆さんの働いた時にね、どうやってうまく人を動かしていきますかっていうのがすごく重要になるわけ。それでこいつをね、比較的うまく動かしているのはトヨタ自動車の、改善運動、改善活動っていうのは、小集団で議論をして、小集団で議論して多数決とか何かでやって、みんなでやってると、ゆっくりゆっくり変わっていくわけね。そうすると、まあ、トヨタの強さっていうのはこういう人的感性をうまく処理できてるっていうところにも
まあ、あるよねっていうことを考えておいてほしいわけ。それで来週へちょっと続けていくやつなんですけれども、この1900年の頭に基本的にはね、分業のやり方が全て決まってしまうわけです。で、単純作業の層はにを設計できるようになったわけで、基本的にテイラーの科学的管理法っていうのは分業を設計できたっていうところに非常に力点を置いておきたいんですね。現在でもずっと分業構造の中にいるわけだから、徹底して分業体制に入れることができましたよねっていうことです。だから熟練工はもういらないという時代がこの辺りから出始めたということです。それで年号だけちょっとだけ頭に入れといてほしいんですけれども、1908年になりますと、フォード、ヘンリー・フォードっていう社長が T 型のフォードっていうのを作ります。これが1908年に作ったあの自動車なんですけれども、この T 型、これを来週からちょっと入っていくんですけれども、1908年に T 型フォードが作られます。T 型フォードっていうのは、この8年はまだ流れ作業組織をやってないんですけれども、流れ作業組織で車を作れるようになりました。で、8年からっては思わないでほしいんですけど、まあ8年をちょっと過ぎると流れ作業組織で車が作れるようになってきました。で、まあ一応荒っぽい方法ですけれども、一応流れ作業組織が動いてきましたということです。新しい組織が出来上がったということだよね。ベルトコンベヤーを流しながら、現在もあまりベルトコンベヤーじゃなくて違うあのもので物を流すんですけれども、流れ作業組織が、まあ、出来上がったのはこの頃なんですって考えていてほしい。そうするとね、何が起こってきたのかっていうと、流れ作業組織ってこうベルトコンベヤーがビヤーンってこう流れていくわけだよね。そうするとここに人がいて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 、作業して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 っていうことになるわけだよね。その時に分業構造が正確にできてないとダメだよね。ベルトコンベヤーって同じ時間で流れていくわけだから、例えばここからここまでが1分かかったとすると、ここからここまでも1分かかるわけだよね。ここからここまでも1分かかっていくわけだよね。ここからここも1分かかるわけだよね。そうすると1分の作業を1人の人ができなければぶつかっちゃうよね、ここで。ということは、分業を正確に設計できたという1900年のテイラーの科学的管理法から生まれた知恵がここに生きていくわけだよね。時間で管理するわけだからね。だからこの1分1分っていうのはタクトって呼んでるんですけども、そのタクトが決まったらそのタクト通りに作業ができなきゃダメだよ。だから1人の人が1分でできる作業をちゃんと分業の中で作れますか。だからモーションスタディとタイムスタディをちゃんとやって1分の仕事が設計できますかっていうのができてない限りできないよね。今の車屋さんも同じです。で、全部こういうことをやりながら動いていくってますっていうことだよね。そうするとこの流れ作業組織が起こってくると、出来高級の概念って消えるってなんとなくわかるよね。誰だって同じ時間働いて同じだけ仕事をやってるわけだから、ベルトコンベヤーのスピードが速くなら生産性上がるし、ベルトコンベヤーのスピードがゆっくりになったら生産性落ちるだけの話だよね。とみんなは同じ仕事量をやるわけだから、出来高級ここから成立しなくなるよ。だから出来高級って現在もずっといろんな形で生きていることは確かなんだけれども、ずっともっと前から出来高級があって、でさっき出来高級があって、この辺りからちょっと差別的出来高級ってやつが生まれてということを言ったよね。これだって今でも生きてる可能性は十分あるわけだけれども、そんな簡単には知らないからね。ところが1908年のこの時点から出来高級じゃない仕事もありだということになるのがなんとなく気が付いてくれるといいよね。これがちょっと出来高級に関してはちょっと来週触れないつもりなんですけれども、ここから何が起こるかっていうと、みんなが同じように働けばいいわけだから、日給制だとか
月給制がここから生まれてくるわけですよ。こんなものが出てくるわけだね。そうするとさ、日給とか月給っていうのは実はすごく便利で、すごい賢いシステムなんですね。で、何が賢いかって皆さんも多分日給制かない時間給かもしれない、時間給もこの中入るんですけど、日給とか月給だと管理者にとってはすっげー便利なんだね。出来高給でお金払ってると、あいつはたまに来るなと思ってても、出来高が大きゃお金払うしかないよね。だから頭来たって給料たくさん払わなければいけないっていう可能性が出てきますよね。ところが日給とか月給とか時間給だったら、頭に来るやつには上げなきゃいいだけだもんね、給料ね。だから俺の言うこと聞かなきゃ給料上げないぜみたいなことが実は言えてくるわけだから、ここって人の管理がめちゃめちゃやりやすくなるよね。で、だから1908年ぐらいからフォードシステムは人の管理もできるし、それからものすごく安い車を作ることもできるしっていうことになってくる。それでここの中でもう一つ覚えておいてほしいのは、これはちょっと来週か再来週の話になるんですけれども、この T 型フォードのこの辺りからこういう生産方式になってくるわけ。商品種大量生産と呼ばれている、こういうようなものの作り方になってきたわけ。こいつの分析もちゃんとしなければいけないんで、1908年以降の分析ってすごく重要です。そこで、ね、皆さんちょっとこんなことだけ覚えておいてもらって今日の話は終わりたいんですけれども、生産っていうのをね、いくつかあるんですけれども、一つはあそこに書いてあるように商品種大量生産の時代っていうのは現在も続いてるんですよ。で、商品種大量生産です。だからシャープの液晶のテレビやりましたよね。シャープの液晶のテレビをこいつ作ってたわけだよね。これをやれなければ現在だって生きていけないわけだから、間違いなくこういうものを組み込んでいかないといけないっていうのはあるよね。で、もう一つ多品種少量生産というのがあるわけですよ。で、こいつもちょっと頭の中に言葉だけ今の段階にはでは入れておいてほしいですね。で、僕は皆さんとほぼ同じぐらいの80年ぐらいの大学では上1個だけだったんです。教えるのは下なかったから。で、だんだん社会が発展してくるとこういうやつが生まれてきました。それでさらにね、3番目、僕が定年になる瞬間、今から 5、6年ぐらい前から変種変量生産というのが生まれてきました。社会がどんどん進んでいくと変種変量生産可能だよねということになってきました。で、ここ私は人生の中で一番最初、学部の学生でこれ1個だけだったんだけども、教員になってからこれとこれを教えました。自分でも勉強しました。2つ増えました。多分ですけれども、4号ってやつが生まれてきます。それが工学系統の皆さんの前に出てくるわけだから、こいつを最初捕まえたやつが勝ちだよね。何が出てくるのか俺もよく分かんないけれども、何が出てくるよね。で、もしかするともう一個ぐらい出るよね。今時代が早いもんね。それで僕は こんなものって結構きついなと思ってたんで、やってる会社あったんですけど、ちょっと大変だよねって思ってました。そうしたら今 3D のプリンターが出てくると、実はこいつ可能性がめちゃめちゃ出てきましたよね。そうするとさ、結構きつい話ですよね。それでこいつが世の中いっぱい蔓延した頃、その次は多分生まれるんだよね。それを皆さんは見れるけれども、私はもう年なんで多分見れないので、悔しいなと思うんですけどもね。でもちょっと何が起こるのかっていうのはすごく大事だよ。で、我々は予想屋ではないので予想はしませんけれども、一番最初のこの商品種大量生産をちょっと考えてみてほしいですね。で、この裏に流れる哲学はまた来週やりますけれども、規模の経済っていう
発想で動きます。規模の経済っていうのは、大量に作れば作るほどコストは下がるよねっていうのが規模の経済です。多品少量生産はもうちょっと後でやりますので、まあ、全部哲学がその裏側に流れています。で4番目はね、なんとなく俺はいろんな会社見てるのに見せてるような気がするんだけど、まだちょっと言えないですね。で編集変量生産って今から何年ぐらい前かな、10年ちょい前に学会でちょっと喋ったらね、バカって言われたことがあったんですよね。そんなものあるわけねえだろうとか言われて、そしたらそれからちょっと経ったら出てきて見えて、であの時はごめんねって僕は謝られたこともあるんですけど、手遅れだよそんなのはと思ってずっと恨んでると思いますけどね。こういうものが起こっていた、あと多分ね、みんな絶対どんな悪くても2個は見れると思ってるんで、ちょっと頑張って見つけて新しい商品作ってくれたらいいよねって思ってるわけ。それで一応テーラーってのはこんな状態で分業を正確に設計できるようになった、すげえやつだ。それでその分業を正確に設計できるようになった時に、ああいうようなシステムまで作っちゃう。で今度はフォードシステムにこいつがどう生かされたの。でそのフォードシステムっていうのは現在のトヨタ生産方式にほぼ似てるわけだから、このあんまり進歩ないよね。1908年ぐらいに作られた自動車の生産システムが現在のトヨタだって真似をしてるわけだよね。完璧に真似とは言わないけどね、真似って言うと殴られちゃいそうなんで。でまあそういう意味ではこの一番スタートのところを正確に押さえておくっていうのがものすごく大事なので、次のフォードシステム、フォードは2回ぐらいやりたいんですけれども、2回、3回になるかもしれないね。ちょっと休まないでねっていうことです。一応ビデオで撮ってますので、長期的には今ムークっていうのを動かそうと思ってまして、まあムークはあまり、受講者がいないっていうんで、ムーク的なものって僕がやってるんですけど、それと Kindle の本をくっつけて、やれば流れると思ってまして、まあちょっとそんなこと今実験ではやろうとしていますっていうか、もう現実には動いてるんですけれども、まあ、休んだ時には言っていただければ動画は見れるように、します。もうちょっとで完全に、もう4年ぐらい前から動画撮ってますので、4年ぐらい前からの動画を合わせながら流していきますので、もしもうちょっと深入りをして勉強してみたいという方がいたら言っていただければ、その人に対応できますということで、ここまでで感想を書いてねということです。割と皆さんいいセンスで感想を書いてくれていますので、ちょっと楽しみにしながらずっと見ています。新幹線の行き帰り全部それでチェックしながら動いていますということで、以上です。本当に今日は連休の合間に来ていただきまして、まあ、ちょっと感動ものですね。ということでおしまいです。